バカミストは日本国内における推理小説の分類の一つでおバカなミステリーもしくはバカバカしいミステリーの略語である。ただし、このバカなは小説作品を侮辱するような意味合いのバカなではなくそんなバカなのような簡単、三端などの意味を込めたものと解釈される。当然のごとくこの系統にはリアリズムの議論は意味をなさず、むしろ それらを犠牲にしてでもミステリーゲームとしての意外性、娯楽性を過剰に追求したものが非常に多い。異象やロジックトリックの意図的なバカバカしさを指しての用法、過剰なこだわりによる結果論としての意外性を指しての用法の双方が混在しているため、カテゴライズとしてはやや紛らわしい。バカミスという言葉は1995年版のこのミステリーがすごい。で、 小山忠氏によってマイケルスレードのカットスロートなど奇妙な味のミステリーで初使用された。その後、国内の作品を中心として極端な意外性に飛んだ作品を中心にバカミスと呼ぶことが定着してきた。また、数年前から同時にバカミスの世界と題されたバカミス特集が組まれるようになり、毎年一作品に同コーナーから バカミス大賞が贈られている。しかし、受賞の知らせを受けた途端、怒り出す作家もいるらしい。そして、バカという語句の強さを理由に、この用語を使わないミステリーファンも多い。しかし、北村香オの日本国家の謎、エラリークイーン最後の事件が2006年度版バカミス大賞を受賞し、村上春樹の品川猿が同年度の バカミスの世界に掲載されるなど、バカミスの潮流も変わりつつある。小山忠だらにより、2008年から2010年まで、青山ブックセンター本店にて、世界バカミスアワードというイベントが開催された。ミクシーのコミュニティ、バカミス紹介コーナーにおいて、候補作募集アンケートが第一次選考として実施。 同じくミクシーのコミュニティメンバーによる推薦作の投票が行われる。その後、小山忠だらによる論考の末、最終候補作をノミネート。イベント当日の観客投票によって、世界バカミスアワード受賞作を決定する。ありがとうございます。